はい、めこです。今日なんですけど、かなクリニックに行きました。最近、かなクリニックの院長補佐の、まあ、森さんっていう方とか、あとキングダム YouTuber のリキさんっていうとかに、集客について相談を受けてるんですけど、まあ、ちょっとまだ集客に困っているっていうことなんで、ちょっとめこも遊びに来ました。はい、ちょっと森さん紹介したいと思います。早く聞いてください。ここにいるよ。はい、シリーズ、はい、よろしくお願いします。私前回かなクリニックでベルベットスキンを受けさせていただいたじゃないですか。あの時ですね。そうそうそう、はい、でその時に気になったとことかをちょっと、まあ、ぶっちゃけ動画で言ってみようかなと思ってます。とまずうちが気になったのが、いろんなクリニックで、はい、ダーマペンとかベルベットスキンとか受けてきたんですけど、はいはい、気になったのはちょっとね、これなんですよね、私。早速ですね、もうここ普通に素通りであっち行くと思ったんですけど、メイクを落とすときに、はい、ここをこういう感じなんですよね。はい、そうです、そうです。で、ちょっと遠目で行くと、はいはいはい、こういう感じで、はい、前はもう少しオープンだったんですけど、はい、なんかカーテンがちょっと設置されてて、いい感じにクローズドにはなってるんですけど、はい、メイクを落とすときが、この拭き取り、はい、メイク落としシート、はいだけなんですよね、はい、それって私今まで、はい、ベルベットスキンとかダーンペンとか、はい、美容クリニックで受けてきたんですけど、はい、まずは洗面台とかがにで顔を洗うのが一応通常の流れだったんですよね、はいはい、だからそれは初めての経験だったんですよ、はいはい、一応これに関して説明すると、はい、ちょっとこのフロアの構造上、洗面台はとりあえずここに作れないからどうしようってなった時に、うん、一応施術する時は、まあ、これで、うんまあ、特にその問題ないという最終判断になったんで、なるほど、ないというだけなんですけど、多分女子目線的にはメイクをしっかり落としたいっていうのはまああって、洗面台で洗いたいなっていうのはまあぶっちゃけた本音だと思うんですけど、うんまあ、とはいえ洗面台作ってくださいっていうのもちょっと無理なお願いは分かってるんですよ、はい、だから例えば代替案としては、はい、例えばコットンあるじゃないですか、はい、あ、このウォータークリーニング使ってみたかったんだよねみたいな、ちょっと普段はドラッグストアとかで買えなさそうな、ちょっとワンランク上のウォータークリーニングとかがあったら嬉しい。テスターじゃないけど使える、うん、それがあったらなんか別に洗面台なくてもいいかなみたいな、はい、叶えていただけますか。僕叶えます。ありがとうございます、はい、それでいいな。はい、はい、お願いします、はい、やっぱダーマペンとかベルベットスキンって、はい、毛穴に穴を開ける製品じゃないですか。はい、そうですね。なんでそのメイクを、はい、完璧に取らないとダメなんじゃないかなっていう思い込みがあるんですけど、はい、それって大丈夫なんですか。あ、しっかりもう取り切れるもんなんですいや、拭き取りシートでは取り切れない完璧ではないですよ、はいはい、なんでちょっとここは、まあ、そうですね。でも実際施術する前には、はい、声入ってないっすはい、はい、ちょっと訂正入ります。訂正お願いします。実際施術する直前っていうところで言うと、はい、まあ、梅子さん自身もしてもらったんですけど、まあ、麻酔クリームをやって、それを看護師がちゃんと拭き取って、それでそこから施術開始ってなるんで、その拭き取る時の操作でちゃんと十分に取れてるんで、そこは安心してください。わかりました。それを言いたかったですで次が、はい、ここが脱毛とかやってましたね、はい、あ、そうですね、そうですね、あ、これが有名なクルスカで、あ、そうです、クルスカです、はい、まあ、脱毛機器は、まあ、自信がありますと。あります、そうですね、はい、まあ、最近いろいろ問題も起こってますしね、偽物問題とか、あれはひどいっすね、やっぱりそこについては全然大丈夫っていうことはもう即私は LINE して聞いたんで、それは大丈夫です、大丈夫ですよねみたいなところは、正直私が紹介するからにはそんなんしたら私も嫌なんでみたいな困るんですけどみたいな、そうですね、保険に関わるような、はい、ちゃんとその道20年ぐらいの人たちと取引していても、製品以外は絶対ないから安心してください。はい、わかりました、はい、製品しか絶対に扱ってないらしいですね、はい、結構前から実はまあ動画外で言ってたんですけどちょっとかなクリニック高いっすっていうのはちょっと言ってましたと、はいはい、クリニックの方針で不毛な価格争いはしたくないっていうポリシーも伺っているんですけど、とはいえやっぱり集客にちょっと困っているっていうところを相談も受けて、1回来てもらって
からじゃないとみたいなところもあると思うんですよね、はい、なのでちょっと安くしてください。なるほど安くしてください、ね、なんか私がなんか交渉するのも何なんですけど、私、インスタの友達追加してるんで見てるんですけど、めっちゃ安くなったりとかする時があるんですよね。あれやっぱ見逃したらダメっていうかそうそう、まず一旦なんかインスタ見てほしいですよね、はい、どっちかっていうと。で、あの公式 LINE なんですけど、はい、これもまたちょっと梅子からのご提案なんですけど、はい、ちょっと友達少なすぎます耳が痛いです。あの友達何人ですかね。友達今103人になりました、ね、あちょっと増えましたね。私がちょっと前見た時は100人ぐらいだったんで、あそうあの友達少なすぎるって私はめっちゃ思ってて、個人的には何となくの感覚なんですけど1000からかなって思ってるんですよね、うん、やっぱり180は大学生より友達少ないかもしれないですけどそうですね、僕の個人のツイッターより少ないですLINE の友達キャンペーンみたいな、はい、もう実はやってるらしいんですよね。やってますよ、はい、そうなんです。今だったらそれこそ新規登録していただいたら、うん、まあ、1万円オフってもらえます。1万円割引いてもらえると、来た時にもうすぐ1万円引けるんですか。引けるってことですね、はい、です。めっちゃいいじゃないですか。そういうことです。じゃあ私1回はあの友達解除します、ね、もう別にでももらってないし目割れてるんで別にもうすいませんみたいな目割れてるんで別に出なくてもいいいやでもちょっと気持ち的に使用確認したいんで。あそういうことですね、はい、ちゃんと1枚もらえるなってそう、大きい手術ってちょっと行ってみようかなっていう気持ちにはなられないんですよね。だからお試しで行きたいぐらいの値段のやつを、うん、安くしてほしいなーっていう思ってて、はいはい、ここってやっぱ注入系が結構特化してるというか、まあ、外科でバリバリやるっていうよりどっちかっていうとその送信とか注入系のクリニックだと私は思ってるん で、はい、そうですね、その注入系 その注射とかを、LINE の友達が180人なんで、あの1000人を目指してそれまでちょっと太っ腹キャンペーンが欲しいんですよね。まずは500目指しますね。はい、まずは500、まずは500、はい、で500まではめっちゃ安くしてほしいです。どこまでやったら腹いけますか。切れる、いやあのね無料って困ってるんですよね困ってるんですよねいや迷うけど、はい、じゃあ3割とか4割とかでどうですか。ちょっとちょそれ切り悪い、ちょっと3割4割ちょっと分かりました。もう僕決めます、はい、5割つまり半額、半額で、半額でします。分かりました、やりましょう。え、大丈夫なの。いやもう男に肉はない、はい、あもうカメラ撮ったんでしょうがないです注入系だと私とかやっぱ白玉点滴とか、うん、あのやっぱ打つんですよ、はい、やっぱ安く打てたらすごく嬉しいんですよね、はい、なんであの希望は白玉点滴と、はい、あと高濃度ビタミン C もいってほしいな。白玉と高濃度ビタミン C、はいはい、ちょっと高いんですよね他のクリニックって。やっぱ1万円ぐらいのするんですよね、はい、大体、はい、ちょっと手を出しにくいけど5割引きだとあちょっと行こうかなみたいな。あのプラセンタだとここ4000円でやってるじゃないですか、はい、それで2000円だとまあまあまあ嬉しいけど行くほどではないっていう、その割引額的には、はいはい、でも1万円が5000円になると行こうかなみたいなっていう気持ちになると思うんですよね。なるほど。まあ、それでやるなら、ま、真面目に医者の話すると、あの効果出すには、ま、もちろん1回でもいいんだけど、うん、何回かした方がいいから、はい、500人までの人に限ってそれじゃあ複数回その半額続けるっていうのはやっちゃってもいいですよ。あ、ありがとうございます。半額を、半額を複数回、じゃあ、まあ、ここであの提案なんですけど、はい、500人達成するまでその人たち、はい、400番台の人たちは、うん、500が超えるまではずっと半額、うん、あ、いいっすよ、いいっすよ、いいっすか、いいっすよ。ありがとうございます。いや、もうそれはあの、ね、来ていただく方が我々いい。そうですよね、やっぱリピーターが多い方がいいと思うし、間違いないです500人達成しちゃうともう元通りになりますってなると、じゃあもういいっすわってなるじゃないですか、うん、じゃあ500、やっぱ道のりは1000なんで、その500から1000の人たちに対して、うん、やっぱまだ追加したいなって思える、やっぱここはちょっと割引値段でちょっと一回来てもらわないとっていうところがあると思うんですね、ぶっちゃけ。でもちょっと半額だとあの拭き取りも許せます半額やったら打ち消すんですね。拭き取りはまあ全然大丈夫、洗面台じゃなくてもいいかなって思っちゃいます。でもそれ結構
美容クリニック通い勢の本音だと思いますよ、ね、やっぱりまずは値段を 見ちゃう、はい、でやっぱ初回行ってみて値段に対していいなって思ったら通い続けると思うんですよね、うん、ちょっとお願いします。それだったらさっきの注入系とかなんとか あの半額のやつありましたね、はい、あれを団長の思いで3割で、はい、3割で3割引きで500番台以降の方、はい、はい、団長の思いで、わかりました。でも1万円のやつが大体7000円ぐらいになるということですね。はい、わかりました。その方も1000人超えるまではもう連続でその価格にしました。あ、そうですね。あとレビュー欲しいですよね。そうなんですよ。私やっぱ思ったのが、はい、その18件あってその全部いい評価なんですけど少ないんで、ちょっともう少し悪くてもいいから、なんかむしろ悪いとこもあってほしいんですよね、うん、どっちかというと。どっちかというと悪いところみんな見るもんね。そうですね、やっぱそのやらせ感がない方がいいっていうか、事実ベースでなんかあこんな感じなのかなっていう事前に知りたいなって思うんで、レビュー欲しいですね。 Google マップとトリビューの2つがすっごい欲しいです、うん、はい、じゃあお願いします。梅野さん、もう終わりですか？終わりです。最後で一言言っていいですか？どうぞ。なんで僕の食事行きましょうっていうお誘い記憶無視するんですか？いや、絶対受けてないから。はい、お疲れ様でした。梅子からね、追加のお願いがあるんですよ。はい、何でしょう、はい、ここってあの、はい、今LINE の友達が500人になるまでこれをまずは半額にしてもらえるっていう話になったじゃないですか、はい、申し上げます。でそっから1000人までは3割引きですよって言ってくれたじゃないですか、はい、申し上げます、はい、でも梅子的にはちょっともうちょっと一声欲しくなっちゃって、うん、すいません。なぜなら、はい、私って、はい、白玉点滴とあの例えばプラセンタ注射とか、はい、同時に打つんですよ、はい、でいやどっちも半額やったらいいかなと思ってて、はい、複数選択加入してもらっていいですか？あ、いいですよ。マジですか？はい、もうそこまで言われたら、ね、はい、いいですよ。はい、もう、はい、取ったんで、はい、はい、トータルに 50% ありがとうございます。ということです、はい、複数回選択、はい、はい、複数選択か。じゃあその時の1万円 そのポイントは使えなくて、それを次回以降にしますか？継続してほしい。めっちゃ来てほしいですよね。ってすごい値引きしに来たみたいなんですけど。でもまあ、ね、あの値引きも私の役割なんで、あ、はい、それでちょっと視聴者がね来てくれたらいいかなと思ってるんで、はい、もしかしたら森さんもいるかもしれない。おったらあの一緒に記念写真とか撮ってあげてください。記念写真有料ですか？いや、もうむしろ僕が払いますよ。あ、いやいやいや。ちょっとお小遣いくれるかもしれない。500円ぐらい。森さんとのツーショットは無料で、はい、お願いします。そうです。じゃあよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。頑張ったキューチャーに向きもされず、陰で努力落とされてたって、切り立たせなきゃ何の価値もない。君は何をしたの？